8月の全国高校総体、インターハイで初優勝した駿台甲府高校。甲府市男子ハンドボール部の首相。決勝戦でチーム最多の11点を挙げ、勝利に大きく貢献した。同校は3月の全国高校選抜大会も制しており、春夏2巻を達成した。ポジションは冷静な判断と適切な指示で試合をコントロールする司令塔のセンターバック。 U からナインティーン日本代表にも選ばれている。東京都出身、小学3年の時、地域のハンドボールチームのチラシを見て、友達と練習に参加するようになった。競技に没頭するようになったきっかけは6年で出場した全国大会。2回戦で大敗を喫し、これ以上はない悔しさを味わった。絶対に、良い結果を残したい。中学校ハンドボールの競合。 東久留米西中学、東京都に進学すると、3年時に全国中学校ハンドボール大会で優勝。東京都選抜で JOC ジュニアオリンピックカップを制した。優秀なセンターバックを輩出する寸大甲府高校でプレーし、もっと成長したい。常に全国大会で上位を目指す同校へ進学し、1年から試合に出場した。ところが、 選抜大会やインターハイなど全国大会で思うような結果を出せず苦しんだ。悔しかったが良い経験を積めたと思って次につなげないと。2年生の8月に首相になると練習中に選手同士で課題を指摘し合えるようなオープンな雰囲気づくりを心がけた。迎えた今夏のインターハイ。春の選抜大会で優勝しチームは2巻に向けて勢いづいていた。 決勝の相手は昨夏の覇者、香川中央、香川県。選手一人一人が自分の力を出し切って優勝しよう。チームを鼓舞し、試合に臨んだ。10点をリードして折り返し、後半、4点差に詰め寄られた場面で自ら得点し、勝利を手繰り寄せた。ただ、喜んでばかりもいられない。点差を広げられず、一時は詰め寄られた。課題の残る試合だった。 身長1メートル77は、1メートル80を超える選手が多く、2メートルを超える選手もいる中では決して高い方ではない。しかし、相手ディフェンスに隠れながら、その脇から放つブラインドシュートといった技を巧みに使い、大きな選手が相手でも果敢に攻撃を仕掛けていく。